ヘンゲ株式会社の菅と申します。本セクションではヘンゲ E メールセキュリティエディションについてご紹介したいと思います。まずはじめにヘンゲ1はヘンゲ ITP エディションとヘンゲ E メールセキュリティエディションの2つが合わさってヘンゲ1という1つのパッケージサービスになっております。ヘンゲ1ではクラウドサービスやクラウドメールを利用する際の情報漏洩事故の約8割をカバーできるセキュリティサービスになっております。その中でもクラウドメールのセキュリティ対策ができるヘンゲ E メールセキュリティエディションの機能をご紹介いたします。ヘンゲ E メールセキュリティエディションではエクスチェンジオンラインや G メールと連携をし、今話題になっている脱 PPAP 対策ですとか、うっかりミスによる誤送信対策、また監査用のメールアーカイブや昨今増えている標的型攻撃、マルウェア対策などの脅威に対してセキュリティ対策を実現するメールセキュリティソリューションとなっております。ヘンゲ E メールセキュリティエディションはお客様の課題に合わせたセキュリティ対策を3つのプランを通して使い分けて利用することができます。例えば受信ファイルの安全性を確かめたいですとか、 URL が安全かどうかスキャンして確かめたいという場合にはヘンゲクラウドプロテクション、ユーザーのうっかりミスによる誤送信対策ですとか、故意的な社内情報の持ち出しを防ぎたい場合ですとヘンゲ DLP、 訴訟ホールドや内部監査のためにメールのアーカイブ領域を別領域で保管しておきたいという場合にはヘンゲアークというふうに必要なご要件に合わせてご利用いただくことができます。また今話題になっている PPAP 問題、脱 ZIP 暗号化に対するソリューションサービスを今月10月1日よりリリースいたしましたので簡単にご紹介させていただきます。昨年11月にデジタル庁の突然の脱 PPAP 宣言、ファイルの ZIP 暗号化運用をやめるという発言に注目を当てたかと思います。 PPAP 問題、特に多くの企業様で共通の認識として持っているセキュリティ懸念が ZIP 暗号化されたファイルのメール本文とその回答パスワードが同じ経路で送られてしまうことでした。そのためたとえ暗号化しても盗聴のリスクがなくならないという点でしたが、弊社のヘンゲセキュアダウンロードは添付したファイルを自動 URL 化し、その URL 化されたメール本文とパスワードは別経路で送られる仕組みになっております。またメールを受け取った本人でしかパスワードを受け取ることができませんので、盗聴のリスクから情報漏洩の対策までしっかりカバーされたサービスになっております。デモなどをお見せすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。